八坂里山は長野県西部の松本地域と基礎地域との境界にある標高2447メートルの山。松本市、朝日村、基礎村にまたがる基礎川の源流部の山。松本盆地南西部の朝日村の住民にとってはシンボル的な存在となっていて、鉢に盛り付けをしたような丸、ま、いどっしりとした山陽である。松本盆地南部ではかつて八里山から 北の山を西山と呼んだ。江戸時代には八盛山と呼ばれていた。雨乞いの信仰の山として、神事が1949年まで麓の村民らにより行われていた。麓の松本盆地には八盛山に雲がかると雨という天気占いの言い伝えがある。春先には八星おろしと呼ばれる地方風が塩尻市街地に向かって吹く。 日本三百名山に選定されている。朝日村、旧安住村、木曽村からの格登山道がある。山腹には林道があり、その途中に格登山口がある。山頂の南東 1.9km には八星林道の八星峠がある。山頂からは北アルプスを望める。山頂には一等山各点と電波反射板の施設が設置されている。山頂から東に 約200メートルの位置には、八坂里山避難小屋のプレハブの避難小屋がある。山の上部は、白びそ、頭皮、もみ、津賀などの信葉樹林に覆われている。木曽村からの登山は、林道黒川線の通行許可申請が必要。朝日村からの登山道も登る際は、八坂里山林道の通行許可を、村からもらう必要があるが、2006年の豪雨災害以来、 通行不能となっており、被害が予想以上にひどいため復旧の見通しがついていない。山頂から南西 2.6km には、標高 2374m の小鉢、盛り山があり、東側の基礎駒ヶ岳から望むとなだらかな掃除法の採用となっている。飛騨山脈の南端付近の釜が、峰から派生する。 両線上にある。その途中には、長野県道26号長和基礎線が横断する、境峠がある。八坂山から望む北アルプス南部の山々、山頂直下東にあるプレハブの八坂山避難湖や、基礎駒ヶ岳から望む北アルプス南部の山々とその、前衛の小鉢盛山と、八盛山。その下部には、基礎川本流の最上部にある、味噌川ダムがある。 木曽川と信濃川水系の主流の源流の山であり、それぞれの河川は伊勢湾と日本海へ流れる。山頂の南東 7.5km の境峠が太平洋と日本海との分水嶺となっている。ありがとうございます。